そろそろ体を動かさねえとな。戦いには慣れています。大丈夫です。5秒だけ逃げる時間をやろう。私はここに今、戦いは好きではありませんが。本当に行くのか。まだ終わってはさあ、そのドヤ顔。そろそろ戦いには慣れています。5秒だけ逃げる時間をやろう。私はここにいます。戦いは好きではありませんが。本当に行くのか。
私を捕まえられるとでも思った？忘れないでね、私は影の主のコウジ、ここは私の縄張りなの。はぁ、うるさいね。この子たちがあんたが誘拐して油絵に閉じ込めた子供か。他にはまだいる？なんで？よくも私が捕まえたガキを。一体何者？何者だって？偽物がそれを聞いてどうする？今まで散々私の名前を使っておいて。なるほど、偽物が本物に出会ったってわけね。な、何言ってるの？私がコウジなの！こいつは偽物よ！偽物のあんたに私の実力を見せてあげる。くらえ！はあ、捕まえた。ディスシティの全ての影は私の縄張り。忘れないで、あんたもただの影でしかない。私も影だし、年も同じくらいだしね。めんどくさいな。子供たちを解放してあげて。そうすれば考えておくから。やったー！じゃあ約束よ。あんた、あれ、どうやら影として従えないみたい。子供たちの心の中の恐怖が消えたら私も消える。じゃあね、いつかまた会えるかもしれないね。シンジケートの子供たちの王。あんたたちもここで道に迷った子供か。MBCC の局長を探しているの。彼女に会ったことある？局長？見たことないし、興味もないな。でも、あそこなら探したい人がいるかもしれない。
ありがとう。ついでに言うけど、赤ずきんのコスプレをしたいなら化粧くらいしといた方がいいわ。目の下のクマがみっともないわよ。なんで赤ずきんが。え、暗い童話風の衣装なのかしら。よく似合っているわ。格好なんてどうでもいい。私はこんなの気にしないから。こんな変な場所にしか現れない服だしね。このことは誰にも言わないで。じゃないと許さないから。あなたを悲しませる人のために泣く必要などないと思いますが、人の人生には泣くほど価値のある出会いがたくさんあります。戦いには慣れています。そろそろ体を動かさねえとな。5秒だけ逃げる時間をやろう。私はここにいます。戦いは好きではありません。本当に行くのか。
さあ。よく。さあさ。その。全問解いただと？そんなバカな。問題は終わったみたいだね。今は私たちの番だ。いや、聞かないでくれ。答えなんかしないぞ。約束を破って逃げる気なの？まずは正体を明かしなさい。わしは真実の像。わしはし、私はリーランドだ。リーランド？ニューシティ美術評論の編集長かい？そうだ、私はリーランドだ。ニューシティのある美術評論誌で編集長を務めている。私は毎日嘘をついていた。知り合いを褒めちぎり、新人をけなし、本当のことなど言ったことがなかった。私は上司が怖い、クライアントが怖い、仕事がなくなるのが怖い。私は怖い、何もかも失うことが怖い。そろそろ離れるべきかもしれないな。私の問題はあなたたちを困らせることができなかったから。さようなら、知らない人たち。問題に答えてくれてありがとう。私に聞いてくれたことも感謝するよ。真実を言う機会をくれてありがとう。私はここにいます。そろそろ体を動かさねえとな。本当に行くのか？5秒だけ逃げる時間をやろう。戦いは好きではありませんが。に安心してください。局長さんを危険にさらしたりなんてしませんよ。
そろそろ体戦いには慣れています。5秒だけ逃げる。戦いは好きではありませんが、本当に行くのか。